CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本の健康という予防医学、新谷緑先生とともにお送りしていきたいと思います。新谷先生、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。前回までですね、4回にわたって、この鹿野先生の新型うつ病は存在しないという本の内容を、まあ、ご紹介いただいたんですが、非常に説得力があって、うもう驚愕することばっかりだったんですけど、この本の結論としては、新型うつ病になるものは科学的には 存在しないいんだととうことで、はい、それはまあ文系人間という先生に表現されたかと思いますけど、うん、の人たちがまあ文化的政治的にまあまあ経済的ないろいろな理由で作り出した病気であるというふうに結論付けられていてすごくびっくりしたんですね。まあ確かにうつ病の方が増えているというデータを僕も政治家として見てましたし。 あのまあ、それっていうのも何、まあ、て言うんですかそれだけ現代社会がこう病んでるからなのかなというふうに思って理解をしてたんですけども、うん、今回の話を聞くとそれはこう,精神病あうつ病という病気がですねもともとスペシャリストの精神科のお医者さんじゃないお医者さんもうつ病認定ができるように、うんうんうん 制度改正されたと,、うん、というか、まあ、そういう空気になっちゃったみたいな人工的になったんじゃないかなっていう流れがあるかなと私は思ってるんですけど、ね。はい、はい で、それってやっぱりテレビとかに出てる人たちとかが、うん、がそういうキャンペーンを張ったんですか。か、はい、キャンペーンというか、具体的にいつ誰がやったのか、ははっきりしないんですけど。はい、あの、新型うつ病に飛びつく人たちって、メディアなんですよ。と、はいうことは、メディアに出てる医者、はい、精神科医が怪しいかなと思ってるんですね。うん。うんうん、それは、それこそ、この間のこの極秘資料をね。はい。えか。それは、こう、例えば、メディアに対して、スポンサーになってる製薬会社が、まあ、ある意味頼んで。 キャンペーンをやらせてる可能性もゼロではない。うん、あると思います。なぜかというと、うん、あの。本当のうつ病じゃない。ことを。はっきり言ってる医者もいる一方で。はいはい、本当のうつ病と混同するようなことを言ってる医者も、まあ。 あの持続的にいるって言ったらいいんですかね。はい、一瞬出てきていなくなるんじゃなくて、ずっといるんですよ。うん、なるほど。はい。で、この収集がつかなくなってしまっている現実があるんですね。うんうん、はい。その結果、まあ、精神病、うつ病と診断される。 方が増えていて、うん、でこれを次私ちょっと今回い健康とそれるんですけど政治と結びつけると、うん、うつ病で生活を働けないからってことで生活保護をもらう若い人も結構増えてるんですよ生活保護はすごい増加してるっていうのはもう社会問題になっていてその一番はやはり高齢化、うん、あの 年寄りりの一人暮らしななんかでやっっぱり生活がなった、ねまあ、ただ子供はいらっしゃるんですけどね別れて住んでるから別世帯なんでそこにそれ僕もおかしいと思いながら、うん、まあでもある意味まあお年寄りで働けなければ仕方がないなと思うんですけどどう考えてもちょっとえおかしくないと働けるんじゃないのという人たちがうつ病の認定を受けて生活保護をもらっているケースがあっておかしいなとずっと思ってたの答えがなんかいただけたような。 気がすするんですけど、うん、おそらく行政の方も多分困ってはいると思うんですけど、はい、何しろその新型うつ病という病名を、まあ、私たち医者が診断書で書くかといったら書書かないんですよ、はい、うつ病で書く、うん、だから行政とかその生活保護をチェックする福祉事務所の方々も、はい、本当にこの方はうつ病だと思って、はい、うつ病で病気治療中だし、うん、働けないから生活保護を出しましょうというふうに、ん、空気が出来上がってしまったと。 なので、うん、いずれは治って生活保護から抜けていっていいはずなんですけど、はい、この人たちの問題っていうのは医者の前では鬱っぽくなんですよ、はい、ところがツイッターとかフェイスブックでは元気なんですね、はい、おっしゃってましたね前も、うん いや私も市議会議員の時に生活保護をもらってらっしゃる方から相談を受けたことがあって、うん、でその相談内容が、ねうん、納得いかなくてちょっと揉め,た、うん、揉めたことがあるんですけど、うんうん、その一つは、まあ、生活保護をもらってますとで精神病うつ、まあ、で働けませんと書いてあるんですね。うんうん で今の生活環境は非常に悪いですと、うん、部屋が狭くて、えっと、近隣の住民がうるさいので、うん、あのゆっくり治療ができないので、うん、引っ越しをできるように行政に掛け合ったんですが、うんまあ、そこまで行政の生活保護の範囲で面倒は見えませんと、うん、引っ越し代から何かかかるんでね、うん、と言われたので何とかしてくださいということなんですね。でさらにいいいろろ書ててあって 引っ越したい理由がもう一つありますとそれは通院する病院に行くまで駅から行かないといけないんだけど遠いんですと駅までがので駅の近くのもうちょっと広いところに引っ越したいと。ってことは家賃が上がるってことですかだから条件が上がるし引っ越し代もかかるんでそこまで担保されないんですよ生活保護の金額では。ので物理的無理ですということなんですね。 であれば私総合的に判断して考えたのはそれだったら病院が市外なんですよ僕がいた吹田市なんですけど吹田市じゃないとろの病院に行かれてるんでそちらの病院の近くに引っ越されたらどうですかというとそれは嫌ですと友達が吹田に何人かいるから友達と遊びたいということだったのでそれは明らかにそれを僕は行政に掛け合えと職員ですね言われてもそれはおかしいと。 うん、いうことで揉めて、うん、最終的にはまあ僕は悪者になってしまったんですけど、うん、まあもうそう言われた段階でね、もう不毛なやり取りになるので、うん、もうちょっと連絡を立っちゃったんですけど、うん、まあね、市議会議員でもやっぱり何でもかんでも相談されれば、うん、うんっていうもんではないと思っていたので、うん、したんですけど、なんか今日の、今,日のかこの今回の話を聞いてると、 なんか結構その新型うつ病に分類されるようなタイプの方だったのかなと。うん、そうですね。少なくともその方々はうつ病の治療中で、うん、まあ国民のお世話になってることに対する感謝の気持ちとか言ってました。いやないです。神谷先生に対する感謝はありました。ないです。ない。はい。文句ばっかりって。いや市議会議員なんだからなんで市民の言うことを聞かないんだっていうこれこう責める感じなんです。うんうん、ということはあの義務感が希薄で権利意識が強い。はい まさにこ,のここで加野先生がおっしゃってた人たちの病前性格に当てはまるいことをあのうつ病の病名でやっちゃったってことですよね、はい。うん なるというケースがあったので、うん、まあ本当に今回の総括として、まあ、本当にこのテーマは健康とか、ね、医療の話を聞くということなんですけどやっぱりどうしても政治とも関わってくるので、うん、え非常にいガテンがいくおお話だなそらくその方々は本当のうつ病じゃないので別の病名のはずなんですけど。うんはい その病名、まあ、本当の病名が明らかになれば治療がスタートにななるはずなんですよ、はいうん、ところが治療がスタートになってなくて、まあ、お友達ができるぐらいコミュニケーション能力があって、はい、自分はここに行きたいという自己主張ができるから、はいはい、本当は社会復帰できるかもしれないってことですかね。と思いますし。うん でまあ、知って生活保護を出す時にケースワーカーっていう仕事があってですねうん、うん、生活保護を回ってらっしゃる方々のところを回って、まあ、あの仕事できないですかとかお、まあ、年寄りはちょっと難しいですけどうん、うん、若い人であればねうん、うん、仕事してくださいねというふうなことを促す仕事の人がいるんですけどうん、うん、その人たちに聞くと結構多いんですってそういうタイプの人が。うんうん、僕も聞いたんですよこういう相談があったんだけどうん、うん、あるのって言ったらうん、うん、そういうの多いですと。 でも結局使われるのって国民の税金なんですよね。国民の税金です。です,よね、すごいですよ。吹田市三十今六万になりましたけど、うん、人口で大体年間の。生活保護の総額って百億ぐらいです。減ってな、ければ。うん、僕、一応議員二年間やってないんで、うん、あれですけど、減ってなければ。うん、で、それから僕は衆議院の選挙に出た東大阪は五十万人の人口で。うんうん、確か四百億だったと思います。ええ。え ちょっと多すぎますねで、この生活保護っていうのはどういう分類かというと国の税金が半分50%都道府県で25%市町村で25%ですよねだから水田市だったら36万人の人口で大体年間25億市民税から市民の税金から生活保護が払われているという計算になっていてすごい勢いで増えているんですよねしかもこの生活保護って日本国籍なくてももらえるんですよえっ そそうなんんでですす、はい、外国人にも出されれるんですねあらそれは大問題だけども、まあ、医療の立場からしますとね医師、まあ、日本の医療機関に日本人以外の人も受診して、はい、その方々に診断書を求められたら基本的に書く流れにはなってるから、はい、つまりその我々精神科医とか鹿野先生のように精神科医じゃなくても、はい、うつ病という病名で診断書を発行して結果的に生活保護になっちゃった外国人がいるってことですね。はい そでもやっぱり私はだからなでそんなね制度になってるのかっていうの非常に分からなくてですねもうおかしいおかしいと私も落選しましたけど衆議院の選挙に出たことがあるので国会議員になるんだったらメスを入れるポイント今10個ぐらい頭にあるんですけどそのうちの大きな問題の一つなんですけど今回医療の立場から先生のお話を聞いてあなるほどなとそういうふうな形でもともと 本来あったうつ病という概念の定義がどんどん広がってきていてでそこに精神科のプロフェッショナルじゃない人たちも診断ができるようになっているとその人たちに効果があるかないかわからないような薬が出されていてそれを普及するようなこういうですね流れが製薬会社の流れもあり で実はそういうことを認めましょうよとか精神科に行くことはそんなに心配しなくても、ねうん、気軽に行きましょうよみたいなことを、まあ、宣伝広報するような、うん、あテレビに出るタレントさんみたいなお医者さんもいてひょっとするとここら辺とそれがくっついてるって可能性があるというような、まあ、社会問題でですすよねね、うんはい、そうですねやっぱその医者って本来医療機関の中で診断治療をするのが仕事なんですけど。はい あのいつからかはっきりしないんですけどかなり有名になってる人たちがいるんですよ。はい、でその人たちはどんどんメディアに出ちゃってでメディアって基本的にテレビ局ですよね。はい、テレビ局のスポンサーに製薬会社って入ってませんか？入ってます。入ってるのでおそらくあの一部のですよ。一部の医者たちの間でテレビ受けするような病名を作ることが流行ってんのかもしれません。いやだまあ私もねいろいろありますけどあの人前で話をすると。 で講師とかかあるじゃないです講師ってねテレビに出ると講師料グッと上がるらしいんですよ、うん、です無名の人とテレビに出てる人ではやっぱりランクが違っていて<ー>ですからテレビに出してもらると講演料が上がるんですからまあその収入が増えるわけですよ。であればテレビっていうかまあ一定の幕を持った人たちの言うことを代弁すればうん、うん、テレビに出れますと。うんうんうん テレビに出ると収入が増えますとなるほどいうことになると本来のこの先生あの先生が書かれているような本来の医師の仕事ではないところで仕事をしている人たちが世の中にはいるのかもしれませんね。そうですねはい まあ、そういったこともちょっと我々注意しながらですね、うん、これからいろいろそういう医学のことなんかも注意を持って自分の体なり、うん、家族を含めて、はい、自分たちを守らないといけませんからねあの皆さんには正しい知識を持って正しい治療を受けて、はい、本当に病気を治していただきたいなと思います。はいはいはい すいませんちょっと今回は僕はどうしてもですね、はい、社会問題に結びつけてお話を聞きたかったので、はい、はい、あの本来の番組趣旨を逸れてしまったかもしれませんけども、<laughs> えええはいあの勉強になりましたありがとうございました。ありがとうございました。